自分はガサゴソを許さん。いまだに根に持ってるからな。ここに出てくるのかよ。これ前も運ゲーでやった気がすんな。この面マジでストレスだな。雰囲気好きなんだけどストレスだ。かなり。普通に AT 出るのもやめてほしい。運ゲー成功。何だったんだろうな今さっきの判定。マジで気になる。ああ。かなり目が。奇跡だわ。ああ、今のミスってたんだけどな、入り。まあ取れたからよしと。マジで気違いだと思う。しかも常連なのか知らんけど結構な頻度で来んだよな。よく見るとおばあちゃんが財布から小銭出して店員と一緒に数えて支払うの多い。あー、それもめんどい。かなりめんどくさい。それが40代とか50代のおばさんだったら死ねババアって思うけど。まあでも、70代、60、70のおばあちゃんだったら自分はそこまで思わないかな。まあ、脳が萎縮してますんで、彼らは。
もう仕方ないんですよ。若くてそれやってくるやついるのがちょっと気に食わんわ。脳ないんだよな、ほんと。何も考えてない。まあ、確かにレジで金支払うのになんか考えるとか、頭使うのめんどいのはわかるけど。さすがに、めんどすぎるだろ。メリットを考えてないよな。メリット、デメリット。まあ多分、まあお釣りは自動では出てくるんだけど、手渡さないといけないから、かなりめんどくさいんだよな。まあ多分コンビニで店員すると最初に思うであろうことなんだけど、これが。二千円札、多分、使えないだろ。沖縄でしか使えねえよ。センサー使えんのかな。東京じゃ無理だよな絶対。ハローモッチスイッチの方で何をしているんだい。グッドラックなんかこっちに起きた。一時期2000冊を大量に持ってた時期あったけど、半分ぐらいゲーセンで使ってしまった。よく換金できたな、100円に。やっぱそっちら辺は、まだ使われてる可能性があるからか、換金できるようになってんのか、2000冊は。絶対2000円札知らない子供今いるでしょう。なんなら自分も世代ではないしな。おお、赤子にとってドッシー乗れた。おめでとう。ドッシーを取ったの？ドッシー乗れただけ？それとも。乗れただけか。2時間で1枚頑張ってところやばいから頑張れ。5時間で1枚とかになると思う。
マジ。のこたん4は見てねえ。うん、4話、3話、3話だ、多分。原作読んでから見たいな。マガポケの力があるから今は。移植してくれてありがとう。のこたんの鼻水って水飴なの本当。いや、本当の可能性が高いな。知らんけど。知らないけど、本当の可能性が高い。かなり。